人類を滅亡から救うか。ジョシュア・ホークと同じことを言ってるぜ、あんた。ジョシュア・ホーク、アコライツの大幹部だったな。あのイカれた環境主義者なら知っている。だが奴は、いや、アコライツの大半は大きな考え違いをしていた。奴らはベニタスをいかに利用するかばかり考えていたのさ。無理もない。何しろ奴らはベニタスの信奉者だからな。ちょっと待て、なぜお前らがベニタスを知ってる？ハーモニー教団はベニタスと無関係だとでも思ったか？ありえない。それこそが全ての元凶だというのに。元凶？そうだ、ベニタスこそが元凶。ベニタスが人類を滅ぼすのだ。アコライツはその滅びの力を自らの利益に使おうとした。例えば文明をリセットしようなどというようにな。だが彼らは分かっていなかった。それは滅びなどという生易しいものではないことを。都合のいいポストアプカリプスなど到来しない。あるのはただ絶滅だよ。ベニタスにより人類は一人残らず死に絶える。我々はそれを絶滅イベントと呼んでいる。絶滅イベント？何それ？我々はアコライツとは違う。利己主義で動いているのではない。ただ純粋な気持ちで人類を絶滅から救いたいと願っている。そのために人類の思想統一がどうしても必要なのだ。それこそが大義だ。それこそが真の救世主たる我が主がもたらしたドグマ、ユニティなのだよ。その実現のためリベレーターズは目障りなのだ。さあ、世界のことは我々に任せ、さっさと隠居でもするなよ。なんなら住み心地のいい家を提供してやるぞ、あの世にな。来い、僕の悪魔たち。みんな無事だね。なぜ抗う？なぜ戦う？死ぬのが怖いのか？ならばおとなしく監獄にでもつながれているという。貴様らの出番はもう終わったと、まだわからないのか？一つだけ聞かせてくれる？なんだ？さっき絶滅を止めるには思想統一が必要って言ったよね。それはどうして？そこがどうつながるのかわからないんだけど。簡単なことだ。絶滅イベントの引き金は人々の悪意だからだ。世界にあふれる悪意、膨れ上がる悪意、それを感知してベニタスは絶滅イベントを発動する。悪意こそが
トリガーなのだ。悪意、アコライツも社会の悪意を煽っていました。ああ、奴らも悪意が引き金だとは知っていたからね。だが、一度絶滅イベントが始まれば、それを止める術はない。故に我々は、その大元である悪意を社会から消すことにした。悪意を禁止することにした。そのために、リアル、ネットを問わず、思想や言論を監視、統制する。我々が許可した思想以外は、この世から排除する。それが思想統一の狙いだ。シンプルな理屈だろ。それで、みんなの心の自由まで奪うってのが。絶滅するよりかはマシだと思わないか。それにね、私はもう我慢がならないんだ。バカどもや心の汚れた者どもが好き勝手に振る舞うこの世界、この世は奴らがバッコするゴミ箱だ。奴らの悪意が世界を終わらせる。もううんざりだ。そんなクソったれどもの口を永遠に塞いでやる。そして私の天使様の美しい言葉で世界を満たすのさ。素晴らしいだろう。さあ、質問は終わりだ。遊びも終わりだ。隊長、包囲完了しました。了解だ。そろそろ店じまいと行こうか。囲まれました。まだだ。ここからがお楽しみだぜ、クソ女。何？